やっぱ王さんはお酒でコントロールするべきなんですよ。おい、酒飲んで運転ダメ。アンドロイドとやる方がマシ。やりましょう。あ、違う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 。ああ、ああ、俺が絶対後半がクソがよ。殺してあげる。覚悟しろ、今から第2ラウンド始まりだ。あ、ごめん、あ、やべ。それでいいかな。おい、待って、この人1989年5月7日俺と同じ年なんですけど、俺1989年5月14なんですけど、同じじゃねえってやばくない。おい、君の32年って一体どうした。すみません、同じのをもう一杯。科学の進歩ってやつは。やっぱ王さんはお酒でコントロールするべきなんですよ。飲め早く。お前気持ちよくなったんだろ。もう行く。殺人って言ったか。そうだよ。さっきよりだいぶいい顔になってきたじゃん。お、おい、酒飲んで撃てダメ。こいつヤバくない。ここで待って。俺が待ってろと言ったらお前は黙って待ってりゃいいんだよ。クソがよ。きた、知るもんか君の指示。俺は自分の意思で動く。アンドロイドは立ち入り禁止です。俺の連れだ。え、こいつ積んでるじゃないか。ご命令だったためです。あー、集中しよう。え、もう終わったの。アンドロイドとやる方がマシ。やりましょう。これあのアリスのパパじゃないですよね。さっきのはコースチェック。これは銃られたな。かわいそう。銃大丈夫。あ、銃られたな。これ、何があったか分かりました。そうか、じゃ聞いてやるよ。事件の始まりはリビング。リビングでした。お前キッチンのあれっぷりを見なかったのか。あ、違う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 。そもそもの始まりはそこだろ。違う、そう。ああ、揉み合った形跡。やべえ、信頼が。じゃあキッチンです。キッチンでしようとしてました。被害者がアンドロイドを襲ったんです。ナイフで。それじゃしっくりこないな。証拠と一致しない。バットで。それなら証拠と一致するな。続けろ。やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ。ひじを倒してアンドロイドが。ああ、やべ。そしてアンドロイドは椅子を投げた。辻褄が合わないだろう。証拠を無視するな。リオンか。あ！そしてアンドロイドは被害者を刺した。そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。そうです。その後何があった？被害者は逃げたんです。そうです、そうです。リビングに逃げました。リビング。ああ、やべえ、俺だけ日本語とバトルしてる。アンドロイドから逃げようとした。僕は身を守っただけだ。そう、俺もそう思ってる。殺されそうだったんだよ。そう、俺は理解してる。お願いだ、見逃してあげる。黙っててくれ。わかった。おい、コナ、上で一体何してんだ。警部補、見つけました。あ、おい、何してんだ。何だってんだよ、クソガキ。え、こんな暮らしうんざりだってのか。ご飯食べてしてないですか、今。苦労してんだよ。は、どうせお前はこんなボロ屋に住んでるのは全部俺のせいで、
母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろう。そうです。薬はやめて、トット。怖がらせるのはやめて、トットだと。そうです。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミくずみたいに捨てて会計士と一緒に逃げなさい。ああ、俺は絶対ご飯がクソがよ。全部お前のせいだ。はあ、殺してあげる。おい、どこ行く。クソがよ。今すぐここに戻ってこい。そこにいろ。一歩でも動いたら黙れ。ぶっ壊してやるからな。ぶっ壊してみ、まっすぐ食いてやる。やってあげる。お前覚悟しろ、今から第2ラウンド始まりだ。銃は簡単に終わるだろう。あ、ここに入ったら、待って、あ、出れなくなってる。パパが来る、殺されちゃう。行って、逃げるの。じゃないとまた前みたいに壊されちゃう。あ、一緒に逃げましょう。待って。いや、こっちに行くと銃を取って殺す姿を見せるしかねえじゃん。あ、ごめん。ここで何してんだ。俺の命令に従え。いいえ、この子に手出しはさせない。ああ、なんだと。壊されるんじゃないのかな、これ。何しようと勝手なの。またやめてさ、起きろ。いや、これめんどくせえな。仕方ねえか。君はちょっと回復不能だな。やめて。やめなさい。は？もうやめて。てめえ何してんだ。お前殺さして。殺してさっさとこっから出てけ。これは命令だ。いいえ、その子に手を出さないで。ナイス。なんでって。手を出すなだと。そうだ。どうするってんだ。俺を撃つつもりか。君知らないだろ。手を撃つってのは。はっ。故障したんだろう。なんだ。俺が直してやるよ。返してあげる。ウィービングでしてる君。甘いね。カーラ危ない。あ、やべ。うわ、おい、こっちに来い。やってきれ。うわ、待て、やべ、なんかやべ。うわ、ナイス。やってきれ。ガー、難しすぎる。はっ、ナイス。どうする。はっ、ナイス。よい、負けて死ぬ。ナイスカウンター。はあ、危ねえ、マジで。いいぞ。危ねえ、マイナス48で終わると思った、マジで。ダイヤにきちー。